続いて一押し情報です。今週のテーマは新年のお供にラッピーランドでお買い物です。はいはいはい、はいえー、ということで、えー、今週はラッピーランドについてお知らせしたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、えー、まずラッピーランドって皆さんご存知じゃないかもしれないので、えー、念のためッラッピーランドの概要をお伝えします。はい、えー、吉川駅、えー、北口徒歩ゼロ分 え北口で出まして、えー、右手側に進みますと、えー、緑色の四角い建物皆さんご存知ですかねあ目印ですねはい,はいえそちらがですね、えー、ラッピーランドになります、はい、でラッピーランドは、えー、吉川の特産品販売所になってますはい、はい 合わせてですね、観光案内所も兼ねているというものなんですね。ちなみに営業時間は、うん、営業時間、はいえー。営業時間は、えー、午前10時から、えー、午後5時まで。定休日は、えー、お正月の、えー、1月1日から3日がお休みなんですけど、はいはい、それ以外はやってます。まあ、ほぼ年中無休。<laughs> はいはい、で、えー、ラッピーランドのラッピー。 って何だか分かりますいや、分からないです、な何ですか、はい、お察しのがいい方は分かるかもしれませんが、はい、ラッキーとハッピー、こちらをですね、いなんか、あのー、幸せになりそうです、ね、<laughs> 幸せいっぱいですね、を組み合わせた映像語で、ナマズ特産品販売会という団体が、えー、運営しているものなんですね。 ですねえっと、実はあのそこで扱われている特産品のことについて、ちょっとここではご紹介しようかなと思うんですけれども、はいまあ、ラッピーランドに並んでいる特産品には歴史と深い思いが実はこもっているんです、<ー>まあ歴史も長くって、はい、平成8年,8年の市政施工を機に、はい、え急速に、えー、吉川市の方は開発が進んで、えー、まあ人口や事業者も増加していきました。 まあそんな中で吉川らしさっていうのが実はやっぱり求められていたんです。で、そんな中でえっと平成九年には市民の方に特産品のアイデア募集を実施しました。何件くらい？えっとそれがすごいです。二百五十三件。お、結構な数ですね。そうですね。応募があって、まあえ百そのうち百十七案、えっと被っている方もいらっしゃるので百十七案が寄せられました。はい。でそれを吉川市商工会に設置された。 え地域特産品等開発推進事業実行委員会、うん、検討して、その中で13案あ、えりすぐりのそう,そうですね、はい、に絞って、さらにそれを市内の事業者さんの方々が試作品を作ったと、意外となんか奥深い感じですそういった市民の意見を吸い上げて、市内の事業者がそれを形にする、うん。うん まあその素晴らしい活動が実を結んで、数々の特産品が生まれているんです、うん、なんか、あのね、物一つ取っても、こんなにいろいろな段階を経て、なかなかないことかなと思います。はい、でその、実はですね、その特産品に貼られてる、ナマズの絵が描かれたシールがあるんですけれども、うんはい、実はそれも商標登録されていて、あれ、どんな図柄でしたっけ青青い青色のシールに、はいはい えっと、ちょっとこう、縁どりなマズ、ね、のイラストが一個真ん中に入ってる、はい、なんとなく分かりました、ちなみにそのデザインも、中学生から、はい、当時の中学生から募集したと、いいですね、うん、こうやってあの市民の方巻き込んでというか、そうですね、はい、もうこの時からこう市民参画がこう出来上がってたわけですね、また、平成11年には、県の補助金を活用して、うん、はい 物産販売店舗、今のラッピーランドが平沼の商工会にできたんです。前はそこにあったんです、ね、そうなんです,んです<ー>意外と知られてるいですね。いで、そのナマズ特産品販売会、はい、えなんですけど、えー、とこちらは、えー、特産品の開発とか販売とか、はいまあ、宣伝を通してです、ねえー、市のイメージアップや 市民交流のためということで平成12年に、うん、え創立されました。こっちも歴史がすごいですね。はい、古いですよね。はい、で、えー、平成13年3月から、えー、物産販売店舗、まあいわゆるラッピーランドですね。はい。えは、えー、観光案内所を兼ねて、えー、市の玄関口である JR 吉川駅前に。 移っったたとあこの時から吉川駅にやはり当時はおそらく南駅もなかったでしょうからね、やはりあの北口利用客の多い北口に移設ということになりますかね。なるほど、はい、南口には金のなまず、北口にはラッピーランドっていう感じですかね、うねはい、もうねどっちもなんかシンボルとなりまい。はい、で,で、うん、実はその特産品たちはそのラッピーランドでまあ取り揃えているわけなんですけれども。はい まあ生津の里吉川の名にふさわしい特産品がまあここに来れば揃うということでここに来ればね本当に何でもあの食料品から実用品まで揃うということで例えばどんな食料品とかありますとせんべいまんじゅうパイサブレとキーホルダー、飲み物酒手ぬぐいなどたくさんですね本当に食べ物から実用品までそうですねそうですね種類はどんくらい えーと12月13日ちょっと伺ったのは12月13日時点になるんですけども、はい、その時に38種類ありますねの品物があるということでまあこれらのものがあるんで、はい、まあ新年のご挨拶にはこちらはね、うん、ぜひ持ってこいということで,ですねはいぜひ立ち寄ってもらいたいですねそうですね、はい、で、うん、えーとーこのラッピーランドの店舗は吉川マルシェをはじめとした各種のイベントにも、うん 出張販売してるので<あ>ぜひじゃあ、はい、あそこに行かなくてもそういったイベントとかでたまにで,そうですね。まあそこでもお買い求めいただけるということですね、はい、そういうことですね、はい、なるほどわかりました、はい、はいそれでは最後に、えー、お問い合わせ先の方をお伝えします、はい、お願いします、えー、電話番号が、ね、04898370200489837020です皆さんぜひあの気になった方は はい、吉川駅の北口に行ってみてはいかがですか。一、はい、月四日からやってます。はい、よろしくお願いします。はい、それでは、今週はこの辺で。吉川のホットな情報を毎週金曜日にお届けする金のナバズ。今週はヨッシーと。ヒロシでお送りしました。今年も皆さんありがとうございました。来年もお楽しみに。